安田雅史と的場浩司のセカンドベース。皆さん、安田雅史です。お元気でしたか？こんばんは、的場浩司です。よろしくお願いいたします。今お聞きのこの番組セカンドベースは、若手俳優安田雅史と的場浩司の2人で進めてまいります。そして、この番組セカンドベースは再編集映像配信版として、放送後約1週間程度で、YouTube にアップしていただきますので、ラジオセカンドベースで検索いただきますよう合わせてお願いしておきます。それではパーソナリティを務めさせていただきます。僕安田雅史の自己紹介をさせていただきますと、1996年生まれで栃木県出身です。高校までは野球漬けの生活でしたが、現在は役者として活動しており、エキストラやたまにお役をいただいて短編映画などにも出演させていただいております。いつかは幼い頃からずっと頑張ってきた野球に関わる作品に出演するという夢を持って頑張っております。そして実は日本時間でいうと今日なんですが、ブルガリアソフィアで開催中の東ヨーロッパ最大のサブカルイベント、アニベンチャー2019にて僕が出演した映画22世紀寓話が上映され、事務所の先輩、この映画の主演佐藤美久さんが舞台挨拶されてるはずです。皆さん、改めまして、的場浩司です。山形県酒田市出身の21歳、現在は昭和音楽大学のミュージカル科に在学しております。現在は少しずつエキストラやスタンドインなどに参加させていただきながら、ワークショップや DVD レッスンなどで日々勉強しております。親からいただいた高い身長に負けないぐらいの高い目標を持って頑張っていこうと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは今回の最初のコーナーは、お楽しみプレステージのコーナー。このコーナーは僕が担当させていただいている今月のプレイリポートに連動する形で、これから見に行こうと思っている舞台などの上演情報を、僕の好みというか、いわゆる独断と偏見でご紹介させていただくコーナーになっております。まず、最初にご紹介させていただくコーナーは、ご紹介させていただく舞台はですね、風間森雄一人芝居と言います、という舞台になっております。公演日は9月26日から10月3日、場所は下北沢本田劇場、出演者は風間森雄さんお一人になっております。はい、僕がこの舞台を拝見したいと思った理由はですね、まず一人芝居とあるであるというところなんですけれども、前回という先月の放送で、命ギガ流すという二人芝居のものをご紹介させていただいたんですけれども、ぜひ一人芝居とどういうものなのかっていうのを拝見させていただきたいと思い、この舞台を選ばさせていただきました。はい、またこの風間森雄さんという方、森雄さんはですね、日本の映像史を大きく変えたと言われている、須賀康平さん作の、映画、蒲田行進曲の主演を務めていらっしゃいましたり、今でも阿部寛さんをはじめ数多くの、再演がされている舞台、熱海殺人事件を主役をやられていたりする、すごい大きなという偉大な方なんですけれども、そういった方がやるこう一人芝居というのはどういうものなのかというものを改めてこう勉強しにと言いますか、恐れ多いんですけれどもさせていただきたいなと思い、見に行かせていただきたいなと思い、この舞台を選ばさせていただきました。はい、あともう一つはですね、アジアの女という舞台になっております。はい、公演日は9月6日ですね、6日から9月29日までですね、すみません。場所は文化村、シアターコクーン劇場です。出演者は石原さとみさん、吉田幸太郎さん、山本優馬さん、山内高也さん、水口沢香さんがいらっしゃいます。僕がこの作品を拝見したいと思った理由は、出演もされてるんですけれども、吉田幸太郎さんが演出されているということですね。吉田幸太郎さんはですね、蜷川幸雄さんとともにこのシェイクスピア作品の演出を多く手掛けてきた方なんですけれども、そのシェイクスピアの舞台を多くやられている方っていうのは、どういった演出、どういった内容になるのかと思いまして、この作品を選ばさせていただきました。なるほど。またこう石原さとみさんも主演ということで、今大活躍で多くのテレビ番組、ドラマ、映画、CM などにも活躍されている方にもなので、ぜひ見に行かせていただきたいと思い、この作品を選ばさせていただきました。はい、以上が、お楽しみプレステージのコーナーでした。思いっきりゲーマー2、
さて続いてのコーナーは思いっきりゲーマー2。このコーナーはですね、まあ、ゲーム好きな僕、が、独断と偏見で昔やっていたゲームや、まあ、今、流行っているね、ゲームをいろいろご紹介させていただきたいと思います。さて、今回ご紹介するゲームはですね、ドラゴンボール Z ドッカンバトルという、ゲームです。はい。こちらのゲームはですね、バンダイナムコエンターテインメントより配信されている Android、iOS 用のゲームアプリとなります。はい。まあ、基本プレイは無料で、まあゲーム内の、アイテム課金が、存在します。2015年1月30日に Android 版で、2015年2月19日に iOS 版がリリースされました。はい。ちなみに英語版は同じ、2015年の7月17日に、配信が開始されているこのゲームなんですが、はい。このゲームなんと全世界で3億ダウンロード、はい、3億、はい、されていて、超有名というか人気な、ゲームアプリなんですけれども、はい。今回このゲームはですね、一人用のゲームなんですね。はい。でこのゲームは、まあ、の少し、簡単な説明をしますと、好きなキャラクターを、まあ、選択し、まあ、チームと呼ばれる、はい、編成して、まあ、好きなキャラクターを、はい、まあ、何人か連れて行って、そのキャラクターに、1人そのチーム内でリーダーというものを選べるんですけど、はい、そのリーダースキルと言われるリーダースキル、チーム内で1人のみ適用されるその能力っていうか、そういう特殊スキルみたいなのがあるんですけど、そのリーダースキルを駆使して、戦っていくゲームなんですけれども、まあ、そのキャラクターごとにその必殺技と言われる、はい、そのすごいド派手なアクションのその必殺技があったり、はい、あとはキャラによっては変身だったりして、はい、結構そういうところでも楽しめるゲームなんですね。はい。であとマップモードと言われる、まあ、基本マップモードとバトルモードと呼ばれる、はい、2種類のモードがあるんですけれども、はい。マップモードで、まあ、スゴロクみたいな感じですね。下にその画面の下側に3つの数字がランダムに3つ、はい、出てきて、それを1つ選べるんですね。はい。でその数字の分だけそのスゴロクみたく、ま、マスを進めるってい う、ね、はい、いう感じで進むことができて、うん、そこでさまざまなアイテムを獲得したり、まあ、パワーアップしたりと、まあ、多くのそのイベントを出現するんですね。まあ、その下にランダムに3つ出てくるんで、はい、その自分がその起こしたいイベントだったり、拾いたいアイテムが落ちたら、じゃあその、そのアイテムにちょうど止まるような数字を選んでいくみたいな。逆に言うとその止まりたいマスに、止まるための数字のやつが3つなかった場合、はい、取れないっていう、そういうちょっとシビアな部分もあるんですけれども、はい、まあ、そこで、まあ進めていくんですけど、基本これスゴロクな感じ でそのマップ上に、まあ、遭遇する敵とですね、遭遇すると、はい、まあ、バトルとなって、まあ、バトルモードに、移行されるということで、そのマップモードでは、まあ、中ボスやそのステージのボス、うん、はいはい、など、強制的な、バトルになったりするやつもあるので、まあ、ここでどういう風にその進めていくかで、そのバトルモードでの、その戦い方にちょっと、はい、左右されるということで、でバトルモードではその画面の中にあるその気と呼ばれるそのこのドラゴンボールの中でいうとパワーみたいな感じですね。力になる海洋拳みたいな、そう海洋拳、そうですね。力になるその気があるんですけど、はい、その気が、タッチすることでその超スピードバトルが展開されるというやつなんですけど、超スピードバトル、はい、まあ、この気にはその属性と呼ばれる、まあ、色があるんですけれども、はい、色は紫に強くて、紫は緑、紫緑、はい、でに強いで、緑は青に強くて、はい、青は赤に強くて、はい、赤は橙色に強いという順に優劣があるんですね。はい。だからその、相手の属性 とあと自分のキャラの属性によってその、その使う木を選んで、はい、そのタッチすることでその、バトルをするということ で、はあ、でこのゲームのこのアプリのですねおすすめポイントがありまして、はい、まあ、一つは、まあ、ドラゴンボール好きにはたまらないバトルシーンがあって、まあ、先ほど言いましたけど超スピードバトルといって超スピード、はい、もうすごい格闘もしたりするんですけど、うん、まあ、そのもうそれもすごいんですけど、あのそのさっき言った必殺技 必殺技、はい、その演出がすごいド派手でかっこいい本当に。
そう、それがすごいおすすめ。うーん、でまたこのキャラクターの多さ、このドラゴンボール、僕も結構知ってる方だと思ってたら、はいはい、結構知らない、結構コアなそのあのところのキャラクターまでちゃんとあの実装されてるんで、その良いそのキャラクターとして選べるんで、そのキャラの多さがすごいですね。あとガチャの楽しさだ、これはソーシャルネットゲームではある、ガチャの楽しさなんですが、はい、まあ、あと一番のは最近始めたばっかりなんで本当にこれが楽しくてこれしかやってないぐらいなんですよ今。最初って楽しいですね。最初、うん、本当これは楽しくて、ちょっと課金しちゃうかちょっと悩んじゃってるぐらいなんだけど、はい、そういう、はい、楽しいそのゲームになっておりますので、まあ、皆さんもぜひこのドラゴンボール Z、はい、ドッカンバトル、はい、ぜひ、気になる方はアプリで、どなたでも、ダウンロードできるはずなので、ぜひ気になった方は、やってみてください、はい、以上思いっきりゲーマー2のコーナーでした。スペシャルゲストコーナー、改めまして現在放送中の番組サードベースは安田雅史と的場浩司でお送りしております。さていよいよここでスペシャルゲスト、新人女優の金井朝希さんにスタジオに入っていただきましたので、まあいろいろと伺っていきたいと思います。新人女優プラスボックス所属の金井朝希です。宮郷中学校柔道部出身です。はい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますお願いします。朝希ちゃんはラジオ2回目ということだそうですが、はい、まあ緊張してるねこの感じだと、はい、本当にもう心臓が止まりそうですが頑張ります。朝希ちゃんそれを言うならね、心臓が飛び出そうじゃないかな。確かに、まあ、とにかくラジオを聴きの皆さんにせっかくなんで名前だけでも覚えてもらえるように何でも正直に答えてください。はい大丈夫です、こう見えて私正直者なんで。朝希ちゃんこれラジオだから見えないんだよ。なるほど、確かにいいかな、じゃあどんどん聞いていくからね。はい、どんどん答えます。はい、それでは第一問ということで、まあ、小さい頃はどんな女の子でしたか。あの元気で元気頑固な女の子でした。もう自分がこうって決めたらもう突き進むみたいな。確かにそんな印象は、はい、第一印象すごいですよね俺は本当ですか、はい、じゃあそんな女の子が、今回、芸能界に入ろうと思ったきっかけなんかありましたら。高校生の時アルバイトをさせていただいてたんですけど、はい、日曜日の朝は決まって開店準備の担当だったんですよ、はい、その開店準備までの時間がこうあったんで、そのたまたまやってた朝の特撮のヒーローを見て、こうちょうど1年通してちゃんと見るっていうのが久々だったんで、うわ見ててかっこいいな、かっこいいヒーローになりたいなと思って私もヒーローになりたいと、私もヒーローになりたいと思ったのがきっかけですね。戦闘もののヒーロー、はい、まあ、でもそのね、ヒーローっていう中でもその戦闘もの、戦隊もの、はい、戦隊ものの、まあ、ヒーローっていうかヒロインになりたいということは、まあ、やはり、まあ、仮面ライダーとかその中に入って、まあ、スーツアクトレスとかもやっていきたいみたいな。いえ、一応顔は出していく方向でそんな朝希ちゃんは実は戦隊ものの現場にこの前あの参加したそうで、どうでしたか。はい、いやすごく緊張しましたね。はい、いつもテレビとかで拝見させていただいてる方々が目の前で演技をされてたんで、すっごい勉強になりました。なるほど。あと少人数だったので、うん、楽屋もご用意していただいて。あ、そうなの、すげえ、はい、これが楽屋かってなりましたどんな楽屋だったんですか。いや、あの土足じゃない、ちゃんと靴脱いで畳がある、あちゃんとした壁がでっかい鏡になってるみたいな、あのよくあるよくあるよく見る、そう想像できる楽屋ね、はい、あもうできたわ確かに見えますねじゃそれとしかもあの某有名バラエティ番組なんか参加したらしいって聞いたんだけど、はい、参加させていただきました。うん、どうでしたか。テレビ局での撮影が初めてだったので、うん、テレビ局に入る瞬間すごいドキドキしました。あ、 あと、うん、あれですね、楽屋もこちらもご用意していただいたんですけど、おおまた、はい、なんかすごい大部屋でこうみんなで一緒にお弁当を食べるみたいな、すごい楽しかったです。お弁当美味しかったですか。お弁当すごい美味しかったですちなみに、はい、コウシ君も同じ現場に行ったことがあると思うけど、はい、どうだった。やっぱりあのドラマとかの撮影とは違いますよね、うん、バラエティっていうのは結構一本撮りといいますか、全然止めないで止めないでバーってやっちゃうので、すごい なんて言うんでしょう、すごい緊張感が走るといいますか、ね、そういうところ面白い撮り方をするなって思いましたね。確かに流れが早いんだね、うん、本当に
早いです。あとあと、はい、聞いたところによるとコーヒー牛乳の飲み比べが趣味って聞いたんだけど、ちょそれはどういうことかちょっと聞いておきたいなと思って私どういうコーヒー牛乳が飲み物の中で一番好きなんですよ、コーヒー牛乳。コーヒー牛乳がなんでこうスーパーとかコンビニに行った時に、こうコーヒー牛乳何種類か買って、お家に帰ってこの味のコーヒーが強いミルクが強いとか甘さが強いとか控えめだなこれみたいなのを比べたり、あとあれですね、旅行とか行った際にこうサービスエリアとかでその地域にしか売ってないなんとか牧場のコーヒー牛乳とかそういうのを買ってこう飲んでメモしたりリサーチとかすごい、はい、メモもするんですか。メモします。すごいね。じゃあ聞きコーヒーとかできてるんですね。聞きコーヒーはまだ行かない、はい、そこまではできるようにはなりたい目標だね。なるほど、はい、なるほどね。あれ確か群馬県出身ですよね、はい、だから群馬県の愛がとても強いということなんですけれども、はい、これはなぜですか。いや、まあ、それこそ群馬県出身ということもあって生まれ育った町なんで、はい、もうすっごい大好きなんですよ。群馬が大好き。群馬が大好きなんです。群馬がね、そうです。でもなんかあんまり注目されてないんですけど、この温泉とか食べ物とか魅力的なところがいっぱいあるんで、ぜひ皆さんに知っていただきたいと思い、日々群馬を口にしています。魅力をね、はい、魅力をね、確かに、まあ、あるからね、はい、で僕ゲストの方によくする質問があるんだけど、はい、まあ、僕自身が今でも悩んでるんだけど、はい、方言とかやっぱ群馬もさ、はい、その俺栃木出身でさ隣じゃん、はい、でその方言をどうやって標準語に直せたとかのかなっていうのをちょっと聞いてるんだけど。朝希ちゃんはあれですね、イントネーションがちょっと違うことが多いんで、友達との会話とかでイントネーションが違ったらそこ違うよってすぐ言ってもらうようにしてます。あ、言ってもらうんですね、はい、あ、そう、指摘してもらうってこと。指摘してもらって正しいのを教えてもらって何回か練習しますその場で。あ、はい、なるほどね。逆に安田さんなんかそういうことされないんですか。されないね。あんまりされないな。イントネーションなんかおかしいよとは言われるけど、はい、言われますよね。そう、結構ね言われるけど、なんでだろうね。ちょっと頑張ります。私も頑張ります。言ってね。じゃあ、ました。そこ違うよって言います。お願いお願い。ちなみに僕は山形県出身で、そうだね、実際方言もあるんですけど、はい、あんまり言われない方なんですけれども、その山形県じゃないんですけど、その群馬の人から見てよくある栃木の方、栃木県っていうのはどんなイメージかっていうのをちょっと教えていただきたい。隣人みたいな感じなんだ。そうですね、近いんで。なんかイメージありますか。栃木のイメージって言われたら私の中でも餃子みたいな。餃子ね、はい、イメージがあるんですけど、なんかそれこそテレビ番組とかで、栃木、群馬、茨城とか一緒に特集されることが多いんで、ね、セットにされるね。まあライバルなんですかね。群馬魅力いっぱいあるんですけど。ちなみに勝ってると思いますか。いや、群馬の圧勝だと思う。いや、まあ、せって栃木じゃない。どこでもね、この戦いみたいな。結局やっちゃうよね。やっちゃいますね。しかもそれをなんか求められるときたまにない。あります。まあね、そう。まあ、そういった話は、また二人で、はい、しまして。番組終わったらね。そうですね。じゃあ、すっごい話を戻すんですけども、はいはい、そうだね。将来はどんな女優さんになりたいんですか。アクションも好きなんですが、はい、演技でもオファーがいただける女優を目指しております。で群馬の女優といえばって言った時に金井朝希って名前が出していただけるのが女優としての目標ですね。はい、朝希ちゃんもいるよねみたいな。そうです。あ、金井朝希ねみたいな。確かにね。はい、あとさっきもね、そのかっこいいと思って、はい、そのなんだ戦隊もののヒロインになりたいって言ってたけど、はい、やっぱそういうあふうにその見てる人にかっこいいと思ってもらいたいとかもやっぱある、ね、アクションとかした際にはかっこいいなこの女優とか、あで誰だみたいな、誰だみたいな、ああ群馬県かそこから群馬県の人から群馬県か、あなるほどね、そういうことねそこで つなげることね、はい、なるほどね。なるほど、じゃあ頑張って群馬を、はい、定着して盛り上げてね、盛り上げて、はい、はい、してください。ということで、ラジオお聞きの方にちょっとメッセージをもらいたいなと思って、はい、はい、大丈夫、大丈夫です、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、新人女優プラスボックス所属の金井朝希です。
本日はラジオをお聞きいただきありがとうございました。日々勉強していくので、よろしければ応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕も全力で応援させていただきます。 ありがとうございます。応援していこう、はい、そして、ね、群馬をね、はい、もっと盛り上げて盛り上げてそうですね、はい、目標だからね、はい、群馬の女優といえば、ま、あ確か朝日さんもいるよねみたいな、いたねみたいないいねそれは、はい、なんか俺も栃木、あでもいいかなやめたしましょう。将来はそうなるよ、はい、俺はねどっちかっつうとあのねちょっとね群馬とね栃木のこのバトルをちょっともう一回続きやりたいなとそうだね、次のね、はい、ゲスト来た時に、ね、はい、まあ、いやまあやるかどうかは別としてだけど、うん、はい、やれればいいねでは、以上スペシャルゲスト金井朝希さんのコーナーでした。ありがとうございました。皆さんもうエンディングのお時間になってまいりました。今回の放送皆さんいかがだったでしょうか。皆様からのお便りお願いいたします。と今回は、毎回は僕あのメールアドレスの方をご紹介させていただいておりますいるんですけれども、はい、今回は、せっかくゲストに金井朝希さんが来てくださっているということで、ね、今回はメールアドレス言って言えますか。大丈夫ですか。頑張ります、はい、じゃあ、はい、お願いします。言わせていただきます。メールアドレス info@plus-vox.com info@plus-box.com セカンドベースまでお待ちしております。お、言えたね、はい、ありがとうございます。練習した成果かな、はい、少しだけ練習させていただきましたと、ね、ということで、はい、今回ねすごいなんか緊張してたね終始。いや緊張してました2回目だよねでも2回目ですね。そうだね、ミックさんの番組で1回やって、はい、で今回俺たちのこのセカンドベースで2回目だよね。そうです、2回目でもね、出だししょっぱなね、しょっぱなからやらかしたね、やったなって思いましたいやいやそれも新人さんらしくていいと思うけどね僕もそうでした、ね、確かにそうだったねちょっとそう、本当に心臓止まりそうですちなみにさ、はい、ここはさ、はい、僕と甲子くんと朝希さん、朝希ちゃんは、はい、同期なの、先輩後輩なの、朝希ちゃんが後輩なの。私は後輩です。いや僕は同期だと思ってます。同期だと思ってます。あ、本当ですか。3ヶ月先に入ってるけど私はもう講師さんは先輩と思ってだって、いや先輩らしかった今日は。いやもうはい、先輩すごいなって、先輩さすがだなって。よかったじゃん、ありがとうございますどういう会話ですか僕がどう会話するか。いやいいじゃん、こうやって慕われるんだから嬉しくないの。逆にそれは嬉しい。嬉しくないんだって。本当ですか。でも嬉しいですよじゃあやっぱ同期にしときますか。同期にしとこう。あ、じゃあ同期にこれなんかなんだこの乗せられた感じだからそうですということで、じゃあね、素敵なアクトレス俳優。そうだね、はい、なれるように頑張ります。ヒーロー、ね、アクトレス俳優っておかしいですか。なんかアクトレスか、スーツアクトレス、スーツアクトレス、スーツというものがあっての俳優さんでしょ。うん、まあ、スーツアクトレスね。そうな、間違ってはないけど間違ってる。間違ってるね。何か違う気がします。何か違う。そうだね、はい。そういうのはあるかもしれない。じゃあね、あの先ほどね言ってくれたけれど、はい、目標どういう女優になりたいかとか、はい、もし見逃したリスナーさんの方がいらっしゃいましたら、映像配信版で、はい、再編集版が YouTube で、はい、アップされておりますので、ぜひもう一度。そうですね、朝希ちゃんのねあんなことやこんなことを、はい、聞けますので、はい、どうぞ、もし見逃してしまった方、またあともう一度、聞きたいなと思った方は、YouTube でセカンドベース、ラジオセカンドベースですね、はい、で、検索していただければ、ぜひ見れると思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではセカンドベース、次回も同じ時間にお耳にかかりたいと思います。番組パーソナリティは僕安田まさしと的場講師でした。皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。